どうも、木下紀明です。4月から子どものスポーツ塾を始めた私です。今回はトレーニングについて話したいと思います。それではのりチャンネルスタート。のりチャンネル、まあね、アメリカンウッドボールではそのベンチプレススクワットというところになるので、まあ、ベンチプレスでいうと135キロぐらいですかね。大学の時に多分記録したのがそれぐらいの数字だったと思います。スクワットは180ぐらいですかね。立命館大学はトレーニングしてすごいですね。そうですね、まあ、本当にその時はトレーニングはすごいやってましたね。まあ、ちょっとやるのが気づくのが遅かったっていうのは正直あるんですけど、まあ、その時に僕の、ね、今でも相棒となる仲間がやっぱトレーニング頑張りだして、まあ、そこに負けたくないっていう気持ちと、やっぱチームがね、僕らの時も150人ぐらいはおったんですけど、チームメイトの中でトレーニングを本当にやりきって能力がなかった選手が筋力ついて自信がついて試合に出るっていうのを本当に目の前で目の当たりにして、まあ、自分も絶対負けられへんなという気持ちで、こう自分もトレーニングをしっかりしだすようになったのは覚えてますね。まあ、やっぱり誰よりも重りを上げたっていう自信がやっぱフットボールにもつながりますし、まあ、それどのスポーツでも一緒だと思うんですけど、何かのこう自信がついた瞬間にこう人間ってすごい変わると思うので、すごいメンタル面ではプラスになってると思います。筋肉は裏切らないっていういろんな人が言うんですけど、まあ、それ本当で、しっかりトレーニングをしてしっかり食事をとったら人間って絶対に体大きくなるし筋肉はつくんですよ。なんぼやってもつかないってことはないので、トレーニングっていうのはもう本当にまず第一段階として自分に自信をつけたり、体が大きくなったのを自分で感じれるので、もうそこはこう逃げずに、僕はどんなスポーツの人でもそうですけど、まあ、特にアメリカンフットボールというところではトレーニングから逃げずに誰でもできることなんでやってほしいなというふうに思いますね。のりチャンネル、40ヤードは36点何メートルなんですけど、大学の時に、まあ、手動で測る状態だったんですけど、4秒38ですかねがベストタイムだったと記憶してます。その当時だとやっぱり多分ズバ抜けて早かったんじゃないかなと。で、手動じゃなく機械の光電管っていうので測って4秒40だったと思いますね。フォービックのインスタグラムの選手が走ってるのが上がってましたけど、はい、あれは何秒ぐらい？あれはちょっと恥ずかしいんですけど、光電管機械で測って4秒8何歩でしたね。自分がマックスの時から比べると、まあ、0.4 落ちてるのは落ちてるんですけど、ちょっとこう皆さんに分かってほしいのは、おととし大怪我をしまして、足がもうぐちゃぐちゃになるぐらい骨折をしまして、そこからの復帰段階でまだ、はい、上がってきてる途中なので、はい、もうちょっとシーズン前にはタイムを速くなってるんじゃないかなって、なってほしいと願ってます。のりチャンネル、ちなみに50メートル走、100メートル走、はい、50メートル走は5年前ぐらいですかね。それも手動でこう手で測るタイムの時だったんですけど、それで5秒9ぐらいですかね。今39なので34歳の時ですかね。じゃあ全盛期の頃はもっと早かったと思います。なんですけど、もう皆さんこれ勘違いしちゃダメなのは、陸上の日本記録、朝原さんが持ってるタイムが5秒7何歩ですよね、確か。なので、まあね、この5秒9っていう記録は正確な記録ではないので、5秒7で走るとか5秒楽で走るとかっていろんな言うてますけど、まあ、それは多分僕の中ではないので、多分自分も含めて速い、多分誰よりも速いとは思うんですけど、多分6秒フラットぐらいじゃないかなと。はい、みんな速い子で、 100m はてっぺんっていう番組の方で走らせてもらった時に10秒9ですかね。それも30は過ぎてましたね。34とか5とか多分その辺ぐらいじゃないですかね。垂直跳びは87とかですかね、多分一番飛んだのは。ダンクできるんですね。ダンクはバスケットボールではやったことないですね。多分ちっちゃいボールやったらできるぐらいですかね。昔やと助走つけて飛んだらバスケットのリングをつかめるぐらいですかね。両手でつかめるぐらいは、はい、飛べてましたね。のりチャンネル、こうやったら足が速くなったみたいなって何かあります？それで言うと、自分でどうやったら速く走れるかっていうのを僕はすごい考えたんですよ。
自分が高校の時にこう練習中にずっと走る練習をしている中で何も考えないと練習をしているのって多分もったいないなと思って、ただ走るっていうことだけを、だその中でこういろんな走り方を自分の中で考えようと思って、でその当時言ったらまだ SNS とかもなかったんで、もう自分で考えるしかなかったですよね。で他の陸上選手に見てもらうこともできなかったですし、自分の中でこういろいろ考えて自分の体の使い方だったりとかっていうのを考えてるうちに、こう自分の中の走り方っていうのは出来上がったんですよ。でそれがやっぱ大学に行ってトレーニングもするようになって、で大学の中で走ることもするっていうので、こうずっとこう伸び続けてったっていう感じですかね、僕の中では。で大学の4年生になった時が多分一番早かったんですかね、タイムとしても。で筋力と走り方っていうところがやっぱ合致したと。でその中でまあ今 SNS があるのでね、動画とかっていうのを調べて走り方っていうのは自分で意識することはできるんですけど、やっぱイメージだけではできないので、まず走ってみる、でどう足がついてるのかとか、どういう風になったらどう足をつくことによって前に進む力が得られるのかっていうのを自分でやっぱしっかり考えて向かい合ったら、やっぱり走れるようにはなると思います。のりチャンネル。でまあ自分が教えるってなると、ある程度のレベルまでは僕は足を速くさせれる自信があるんですよ。けど ここからもう一段階上のレベルに行くと、やっぱ持ってるものであったりっていうものになるので、やっぱそこは専門性の陸上選手とかそういう人が教える方が多分硬いと思うんですけど、走り方のコツとしては自分の中でやっぱりできるだけ地面に長い間足をつかないっていうことは、一番摩擦力が一番なくなるので、地面につけばつくほど摩擦力でスピードは減速していくので、はい、そこを意識してやるっていうことは一つの提案ですかね、僕の中では。まあ、あとは YouTube で陸上選手とか走り方を見るとか、まあ、僕の走り方を見てもらうっていうのもありかもしれないし、筋力トレーニングでちょっとスピードにつながる、ここをやっといたらちょっとつながるんじゃないかなみたいな、まあ、そこで言うと、まあ、これだけやってたらっていうのはもう正直ないと思います。でさっきのトレーニングの話も戻りますけど、もう全体、体全体の筋力がこう上がることによって体で使えるようになっていくと思うの でここだけを鍛えたから、腕だけを鍛えたからどうこうっていうのって本当はないと思うんですよ、僕は。前もそうやし後ろもそうやし、それを支える腹筋であったり背筋もそうやしっていうのも、全て総合性でトレーニングをしていかないといけないと思うので、だからどこかしたらいいっていうのではないですね。で、まあ、あとトレーニング方法としてクリーンとかスナッチとかっていうのは基本的にはこう全身のパワーの出し方みたいなトレーニングがあるので、まあ、そこは僕は瞬発トレーニングとしても高校の時からずっと続けてるトレーニングとしてはありますね。どっかだけ動かすじゃなくて全身を使うっていう動きのトレーニングはそうですね、ずっとやってます。だからこうトレーニングでベンチプレスを200キロ上げても200キロ寝ながら上げることはないじゃないですか。結局200キロ上げても、その200キロ人と当たる時にそれを伝えれなかったら僕は意味がないと思うので、その200キロ持てる人間やったら、それと同時にそうクリーンであったりスナッチであったりとか、体を全身で力を使って伝えれる力があれば、もっと強い力を生み出せると思うんで、ベンチプレスが強かっても当たりが強くないなっていう人は多分体を使えてないことだと思いますし、どちらも力つけたらやっぱ相手に対して当たる時のヒットであったり瞬発的な動きっていうのはつくので、はい、全身運動っていうのをしっかりやってほしいですね。のりチャンネル。体重を増やす部分っていうと、はい、木下選手はプロに行くことに再参加したと、はい、そうですね、まあ、けどそれほど上げれなかったっていうのは自分の中であって、はい、大学の途中ぐらいで80キロぐらいになって、まあ、それをずっと大学の自分は80キロぐらいでキープしてたんですけど、まあ、海外に行ってサイズアップしないといけないっていうのもあり、それでもマックス多分85ぐらいですかね、上げれたのは。身長は177センチですね。で85キロぐらいが僕の中の一番上げたマックスの体重ですかね。まあ、大学の時もすごい体重を増やせっていうのは言われてたんですけど、やっぱ自分がもともと食が細いので、やっぱそれがすごい苦労したっていうのはもう未だに、うん、後悔するとこですかね。好き嫌いは全くないです、はい、ただたくさん食べれない、もう腹いっぱいになって食べられへんようになるっていうのは、だからもうそうですね、1回の食事量よりも僕はこうこまめに取る方法論を取ってましたね。お腹ペコペコを作らないっていう方法論の方がやっぱ筋肉のつき方もいいっていうのもね、はい、聞きましたし。のりチャンネル。レシーバーに特化すれば、はい、こんなトレーニングをやってます。
ね、走るっていうことはそうですし、クイックネスの部分のトレーニングっていうのもそうですけど、まあ、レシーバーで取るっていうところになると、やっぱり指の力とか握力っていうところがやっぱすごい重要になってくるので、皆さんにはぜひとも握力であったり指のこうトレーニングっていうのはしっかりしてほしいなと。で、まあ、ちょっとここでは余談なんですけど、まあ、僕も多分親からいい体をもらってますので、まあ、木下家の握力自慢なんですけど、全員死ぬほど握力が強いんですよ。もうマックス87とかですかね。兄貴とかも多分80ぐらいみんなある。親父もそんなぐらいありましたね。リンゴは多分潰せると思います。やったことないですね、はい、もったいないんで、食べ物は大事にしろって言われて育ってきたんで。じゃあいつかこの YouTube で握ってでちゃんとその後食べる、食食するとこまで、はい、そうですね。のりチャンネル。ちなみにチームメイト、筋トレ番長。筋トレ番長、ヨーロッパオービックでいいですか。多分日本の中でその種目があったら、だ日本じゃないですね、多分世界大会でも1位になるんちゃうかなっていうのは、まあ、清家って言ってディフェンスラインの後輩がいるんですけど、ショルダープレス、こう肩より上の状況で重りを持ち上げるっていうのをやったら、こう伸ばした状況で300キロとか、下ろすことはできないですけど上げるだけやったら300キロ持ち上げたりとかするやつはいるんですよね。でレッグプレスってこう足を鍛えるこの機械があるんですけど、そこに座ってこう手で100何キロとかをガシャ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 上げて、ワールドカップ行った時にアメリカ人があの日本人トレーニングしたことないんかなって、使い方わからんのちゃうかなみたいな風に見てたんですけど、重りを手でそのレッグプレスで足ぐらい上げ出して、アメリカ人が人だかりになってましたもんね。おかしな日本人がおる。まあけどそれはね、まあそれを上げる種目だけやったら世界チャンピオンになれますけど、まあそれがアメフトと連結してるかって言ったら、またちょっとそこは変わってくるところもあるかもしれない。のりチャンネル。自分のプライベートは出せない部分がすごくあります。まあ、怒られた後ずっとグラウンドに正座して、もうあの日本一を決める甲子園ボールで一プレーも出てないという大失態を犯して、ね、マトランタファルコンズにいた時のうちの家のキッチンになります。スタートです。今回ののりチャンネルはここまでです。のりチャンネルでは皆様からの質問やリクエストどんどん答えていきたいと思います。内容は問いません。ぜひメッセージ欄にコメントをよろしくお願いします。ではまた。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひお願いします。何卒よろしくお願いします。